22時よ。じゃあ、録画開始しました。録画開始しました。皆さんこんばんは。みんな録画を見てる方こんばんは。リアルタイムの方こんばんは。もう実はですね、録画の方には申し訳ありませんが、1時間前からやってたんで、すでにネタがわからないようなことはあるかもしれませんが、よろしくお願いします。あ、録画失敗のリスク大きいね。じゃあ1時間ごとぐらいにやってみましょう。これコメント欄なんか一気に流れても平気かな、作業で。で、あの、環境が、あの、下の階に姉がいますんで、姉がいてテンションが高いんで、入り込むかもしれないですね。皆さんよろしくお願いします。で、まあ、これから、夏コミの、同人シューティング開始をやります。まあ、じゃあ、物をね、まあ、とりあえず DVD 組。で、壁通りっていうか、あの、壁がありません。あの、吹き抜けてます。で、ケース組。事前に、サントラとか抜いてあります。さっき抜きました。ケース組。とまあこうなりました。こうなりました。ごごごごご。ということでね。まあドリパラとか、あの、追加メンス追加とかそういうのもあるんで、そういうのはサクッ、あ、まあできたら後回しにし、どうしよう。すでに、あ、いや、まあ後回ししないでやりましょう。やってみましょう。まあ、でも知ってるゲームはサクッとやって、サクッとやってみましょうね。で、2日目あれ。デクさん。あ、こんにちは。早くし、こんにちは。まあ、こう DVD 組として、ほとんどが体験もです。まあ、ちょっと混ぜますね。あの DVD 組がこうあれなので、じゃあ、まあ早速いつも通り、番号、適当に番号書いてくださって、それを上から やっていきます。7 8 8 8 10 8 8 8 4 8 4。いや、全部ある、いくつあるか数えません。ない。じゃあ、DVD 組混ぜたらあれだな。じゃあ、8でいいね。マックス数えるの。いや、こんなか、いや、いろんなもん混じってるんで。今回、あの、みんな、あれだな、統一感ないな。8でいい？じゃあ8でいいね。みんな8でいい？ 8 でいいね。よし。1、2。またさ、あの、前回みたいにさ、いきなりリフレックスみたいな流れで、いきなりアルティネクスセカンドみたいな流れは、やめようね。あ、ちょっといきなり大物来ちゃったんですけど、みたいな。よし、じゃあ、あと、あの、その前、さらに前の、いきなり動かないゲームで1時間とらわれるとかやめてほしいね。1、2、3。4、5、6、7。お、あ、これ結構いいですね。うん。これね、良さそうですね。うん。本日第1回、1本目。ニアタイプ。これいい感じですね。
いい感じなスタートですね。いい感じですね。ニャータイプ。じゃあニャータイプいきます。ちょっとしょ。あれ。こんばんは。こんばんは。潜望鏡深度最大、速度2ノット、発進せよ。今ね、ちょうどあの玉木宏がやってたんで。いや、ですね、配信用にちょっと今音量下げてたんで、多分ほとんど聞こえてませんでした。あら、なるほど。じゃあもう一度ですか。今のもう一度。潜望鏡深度最大、10ノット、取り火事いっぱい。艦長左利きです。こんな感じで今やってた。こんばんは。さらっと流す。聞こえてたらしいですよ。1回目と2回目に若干言ってることが違うっていうの。無事おまかじいっぱいっていう大塚明夫が。まあということで、あれ、え、あ、ちょっと待って、通話終了した。あれ消えた。まあいいや。ということでね、どうしようかな。デスクトップに作っちゃっていくかな。今回は C78 だね。一応リードミーを開いて、リードミーこんな感じですね。読めない。雰囲気だけ分かればいいんだよ。解像度 320×240 でしてますんで。こう低スペックな方でも見られる放送になってます。あ、そういえばさりげなく100人来てるね。100人達成した瞬間減ったけど、あ、でも100人のうちの1人俺だから100人のうち1人俺だから、残念ながらまだ99人だね。じゃあ行きます、一発目。あ、これあれ、あのさちょっと待ってくれ。俺、この画面すごく見覚えがあるんだけどさ。このさ、この特にフォーム1。このフォーム1、この画面。このフォーム1。このフォーム1。これ来ましたね、デジャブ。これ、冬じゃなくて、去年の夏、1年前のことですね。1年前に、これと、全く同じ画面、俺は見覚えがあるんですよ。いや、びっくりした、びっくりした。びっくりした。カーソルキー動かなかったけど、ジョイパッドで動いた。よかった。やった。じゃあ、入ります。ちょっと待って。俺どうやって殺した？あれ？あ、今。びっくりした、今の。いや、今さ、俺、L ボタンでゲームがスタートことしたかと思った。音ないのかな？ちょっと待って。俺の声が聞こえてれば、俺の声が聞こえてれば音ないんだろうね。え、待ってよ。俺の声聞こえてるよね。
あ、死なない。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 ちょ、このタイミングでスカイプは無理ですよ、先生。デクさん。このタイミングはないですよ。まあいいや、この着信音がゲームみたいになっちゃってる。こんばんは。いや、この画面を見たらね、なんか、もういても立ってもいられないと言いますか。あ、一応ダメージ食らってる。あ、じゃレーザー反射してる。当たってんですか。いや、一応当たるとこれキャラが点滅しますね。死なないんですか、このなんか物体は、物体 X は。これはきっとこの誰でも楽しめるシューティングゲームを目指したんでしょうね。なるほど。でんて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 ん。いや、これニャータイプだから R タイプの曲じゃないと。じゃあじゃあ何がいいですかね。ディディンディンディディンディンディディンディンディン。これあれでしたね。スーパーアルタイプでしたね。3面です。ちょっとコメント欄が早すぎて、俺コメントに追いつけないんですよね。まあいいや。まあ俺あんまりコメントに反応しませんので、よろしくお願いします。ディン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 。あれちょっと、ライフあったの。あのですね、ちょっと待ってください。多分皆さん、ユーストリームライブの文字に隠れてて、見えなかったと思うんですけど、これなんか、ここにする、どうしよう、今の死んだんですか、これ。ですね。リャンディレーディレリレディレディレディディライフゼロになってました。あ、ライフもあるんです。再挑戦。ライフ20ですね。俺あそこまで20機しか死んでなかったんだ。デン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 ディディリディディリティ。あら、ニャータイプでした。よし、じゃあ次行きましょう。おやおやおや、今兄貴です。とりあえずこうペースを上げないと終わらないので。ピシャン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 、デン。じゃあ次の、あ、もう始まってる。5で、5、まだ混ぜてないんだけど、このままいく。じゃあ5ね。1、2、3、オメガ、サークルオメガストーム、ことのハンダー。サークルオメガストーン、ことの判断、ことの判断。問題が一つ、俺アイン判断やったことないんですよ。オメガストーン、アイン判断。アイン判断っていうシューティングが、スクエニのシューティングがありまして。ああ、知ってますよ。結構なんかね、あの変なでっかい列車とか出てくるやつですよね。列車、そうなんですか。なんか一面がなんか UFO とか飛んでくるやつですね。UFO とかね。一面だけ異常にテンション高いやつですよね。ラインハンダーのオマージュだと思います。なるほど。チェケジャン。3、2、1、レッツゴー。あ、これ違いましたね。いや、チェケジャン。チェケジャン。よし、じゃあ、とりあえずリードミーを見ようかな。
あ、普通だ。あ、普通だ。やべえ、普通だ。おや。ああ、フルスクリーンだった。フルスクリーンはダメなんだ。やめて。やめて。放送止まってないかな。録画大丈夫かな。動いてますよ。動いてますよ。で、止め、画面を止めたら、画面を止めたらこうなるのは、まあね、いつもですね。じゃあちょっと、アインハン、あ、止まっちゃいましたよ。まあ、配信は止まってないですよね。あ、ゲームを終了するとこうなるのは、まあ、基本ですから。問題が発生したため。まあ、まあ、これはいいんですけど、いいんですけど、ダイレクト X じゃないと、ウィンドウにできん。バン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 。キャンセル。あ、いけたいけたいけた。いけたいけた。画面が、ディスプレイがこんな感じになっちゃってるけど、いけた。おぉ、すごいっすね。オメガストームがひっそりと。ということで、この左上の方にこう合わせてプレイします。なるほど。ディスプレイやばいな。ディスプレイやばいなってレベルじゃないんだぜ。ことのはんだ。あれ？いいですね。なんか俺のレントゲン写真みたいになってますけど。これあれですよね。俺の顔消えてますね。じゃ誰もこう右下のことを気にしてなかった。どうしようか。あ、違う、これ3じゃねえ。ちょっと間違えちゃった。ちょっと放送事故、放送事故。アインハンダーの BGM がいまいちわからないんですけど。今、環境が、ここが、こうなってますね。こうなってますね。チェケダーン。こうなってますね。もうめっちゃくちゃですよ。2PC3 画面。なくてもいいんじゃないか。顔なしとか、顔がない、顔がない、ナノポテレビだなんて。と書かれてしまう。ということで、まあ。よしよし。お、音楽入ってますね、これ。うん。あ、ちょっと、あ、こう、ワクテカ感が来た。何ですか、これ。お。やっぱ随分チープなような気がするんですけど、気のせい。いや、これクオリティ高いですよ。ただ時期がなんか人の顔しますけど。なるほど。なんかの二次創作かなにアインハンダーを混ぜましたね。なんだろう、ファミコンのチョップリターをちょっと思い出したんですけど。ディリディリディリリってなんか。おーっと、なんか、あ、これは当たんない、当たんない。あれ当たったらさ、すごいけど。あ、すげえ、すげえ。すげえ、よく動く。これ評価してる。あ、やられましたね。さっき20機かと思ったら今度は1機か。音楽っぽいのがあったんですけどなかったですね。なんか手は動くんだけど、手は動く。あ、死んだ。よし。あ、五分、五分って言います。あれ止まったか。あ。
さて、これ事の判断ですね。そのヘリがちょっと硬すぎませんか、ナメクジみたいな。これヘリにしてるのを、あ、え、あ、これ取った、取った、一応取った。すごいすごい。おー、すごいすごい。あ、これで切り替え、あ、ほぼ。あ、あ、じゃあ次のゲームいきましょうか。ことのハンダーでした。ありがとうございました。まあまあまあ終わらせた後はこうなるんですけどね。はい、問題が発生したため、ことのハンダーエグゼを終了します。12かな、12、ちょっと待って、夜行が設定集を含めなくていいよね。よいしょ。ちょっと待ってください。これも入れなくていいよね。噂の企画書サークルの噂の企画書サークルですね。何ですかそれ。シューティングを作るために企画書を出しているサークルがあるんですよ。なんでそんな本格的なんですか。設定資料をする。まあ一応この音楽 CD が1枚ついてるんですけど。なるほど。まあこれをスルーするとなんかちょっといいタイミングできたんですけど。夜行がと設定資料集をスルーして12にすると空なんですよ。なるほど。ちょうどデクさんゲストです。行きましょうか。あ、どうぞ。どうぞどうぞ。行きましょうか、これ。どうぞどうぞ。早くも空。ちなみに私、ノーマル4面がクリアできなかったので、なんでしょうね。こう。ね、イージーにしてやり直しましたけど。3面以降は逃げるぜ。まあ、まあじゃあ2面までにしときましょうか。まだこう皆さん楽しみにしてる方もこのでかい作品だといらっしゃる。まあそんな、まあ、いい作品かけないね。うん、でもまたノーマル4面むずいんですか。シューティングゲーム早急グレン隊のハードをクリアしたくらいですよね。そんなに得意じゃないの。それいやでも早急グレン隊やったことないですけど結構すげえんじゃないですかそれ。なんかサターンで出てたんですけど、ね、シューティングじゃなくて 3D ゲームの方好きなんですよ。ああなるほど。じゃあアルティネックセカンド買ってこなきゃ。いやガングリフォン。ガングリフォン。ちなみにもう何回も言ってますけどガングリフォン世界15位ですから、ね。アーツっていうナレーションが必ず入るんですけど。多分こう110、今視聴者数が114人でマイナス自分1人減らすと114人なんですけど、多分見てる方でこうゲストの方はこう知らないと思われますけど、今現在空の曲を書いたデクさんがちょうどねゲストでスカイプが送られてきました。玉木宏です。玉木宏です。なのでね、こうタイミングがちょうどいいかなと。ソーラー。そういえばまだ僕ね、製品版もらってないんですよ、実は。でもだって、それはしょうがないじゃないですか。2日目になって搬入されるんですから。あ、そうなんですか。これ、録画してるのしてますよ。あ、そうそう、デクさん、これ、録画されてますよ。知ってますか。おやおやおや知ってますか。これ録画してるからこの左下にコメント欄がこう表示されてるんですよ。
もちろん僕は V サターンです。俺サターン知らないんですよ。俺プレステ、俺プレステプレしたから。ハイサターン、 V サターン、白サターン、普通のサターン。セガなんてダッセーよな、帰ってプレステやろうぜ。あ、ひどいひどいひどい。もちろん V サターン。守ってくれ。あの時には僕はハンカチを加えながらプレステの友達を、学校でね、サターンだったの僕だけだったんですよ。あ、インストールそろそろ終わりそうです。デカスリート一人だけやってたんですよ、ね、自分ちょっと空の話を思いますけど、体験版をやってますんで2面まで。あ、なるほど。まあまあ、うんうん、やってますんで、まあまあ、お、あ、う、お、はい、よし、起動しました。あ、なんかインストールがあるんですよね。ちょっとショッキングでした、ね、インスト、え、インストールみたいな。え、なんですか。よし、画面真っ黒ですね。あ、動いた動いた、びっくりした。青かった星は少しずつ黒く塗りつぶされていた。戦争、人と人の殺し合い、誰と誰が始めたのかなんて、人と人との殺し合い、もう忘れながらないくらい、いつからか人は戦争の意味を忘れて戦っていた。サザエさんの次回予告です。え？でーでーれれでーてれー、で、この幼女は俺ですね。は少しずつ、そんな時、一人の女の子が生まれた。名前はナナポ。戦いの中で生まれた彼女は戦うための力を持って生まれた。もちろん本人はそんなものを望んでいなかった。周りはそれを喜ぶ。ボルボルでの星の最後の戦争、戦っても負けても何も残らない戦争、ナナポには戦う意味なんて分からなかった。え？プロデュースバイ大大シュソーラ。例えばオープニングの曲は書いたんですよね。ってことはここからオープニングがあるってことですか。ゲーム設定を、あんまり覚えてないですけども、違います。オレンジジュール、え、いや、大大シル、でもなんか俺は大大シルって言い方の方が好きなんですけど、どっちでもいいらしいですよ。テクスチャーカラー、あ、これ、あれハイパーでどっちだ。これスタンダードは9、アドバンスがシーン。まあいいや、ちょっと。これはちょっとあれじゃないですか、サウンドと、サウンド関連がうるさすぎるプラグが立ってますよ。サウンド関連がうるさすぎる、音がでかい。うるさすぎるプラグがちょっと立ってますね。あれ？これボタンどうしよう。ハイパーターゲットロック。ハイパー。ハイパー。はい、ぽあ、これ音量がもう、音量でかいっすか、もしかして。音量でかいっすよ、多分これ。チュートリアルステージは飛ばします。あっ、本当にでかい。あ、うるさい、やっぱりいいですね。ちょっとでかいかな、まだ。だからここ最近俺こうし、まあ、大丈夫よし。だからデクさんの声がだいぶちっちゃくなったと思うんですけど、おやとりあえずはい、よし。であんまり聞こえなくなってしまいますね。まあギリギリデクさんの声聞こえるかなぐらい。何でして頑張って声を出せばこの周りのプレイヤーっていうのは これいいのかな。例えばこれ、そっか、あ、おー、だいぶスプレッドさんはスレイ見たらだいぶ弱くなってるって話ですよ。スプレッド先生、無敵のスプレッド先生、あれ、それだいぶ食らってるのか。俺落ち着け。あ、アドバンスの方が良かったな。いや、そんなことない。俺ソード使いじゃないから、俺ビームライフルの、ビームライフルバズーカ。
ビームライフルバズーカでイージーソロンを倒しました。すぐりはバズーカゲーだ。俺の中で。だからヒート側の300だからちょっと落ち着こう。これ、貯められるけど意味あるのかな。あ、貯めるとなんか3って。あれ、それだけ貯め。あ、バズーカ貯めはない。ヒートが。プチ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 。わお。くぅ、こんな戦力差聞いてないと掘ってるのはあんたたちです。データいない機体新型のこと言わなくて掘ってる。別に読まなくてもいいか。ためライフ半端なすぎるな。化け物でもこれ化け物とかにやらこいつに俺瞬殺されますから。これ確かいきなりブッパーしてくる。ちょっとサビ入った。曲サビ入った。あ、サビじゃなかった。いや、でもなんかこう。これ、このまま母性入っちゃっていいですかね、曲聴かないで。どうぞどうぞ。これちょっと曲がいいとこに入ったとこで。ヒートがやばい。ヒートがやばいですか。今回ヒート値すっごい上がりやすくなるんですか。上がりますね。これすぐにの感覚でやってたらめちゃくちゃ溜まるんですよ、ヒートが。これダッシュ攻撃連続防止になってますね、これ。すぐにの感覚でできないなぁ。すぐにの感覚でできないね。うん。すぐにはダッシュビームライフルはめちゃくちゃ強かったですよ。それ繰り返してればだいぶ楽だったんで、今回ダッシュをだいぶ考えないといけない。あ、でもだいぶなんか難易度はだいぶ下がってますね、これでも。あ、でもこれダッシュきついな。ベシ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 、よし来た。ノーマルな、いや、これ、俺もな、俺選んでない。イージーなんじゃないかな。これ以上続けたの、まだ。イージーだよ。いいね。エイティ。いや、ほら、チューされましたよ。チューじゃないですよ。いや、もうこれどっからどう見ても中ですよ。それじゃあそれをネタにしましょう。チューしてきた。チューです。食い込み本ね。ゆりゲーだった。あのメカもメスだったり。これはじゃあ空じゃなくてユリにすればいいですよね、タイトル。何のこと。君の名は7パ。ここでムービー来るんですか。あ、そうじゃなくて、あれが今の一面クリア。もう一応おお、すげえ、ムービー来た来た来た。目覚めた7ポ。この一人に7歩は助けられた。7歩の心を揺り動かした。他にも自宅がなんか始まってるっていう。もう最近知ったんですけど、なんか虎の穴がちょっと早い前日に郵送しちゃったらしいじゃないですか。あ、殴った。こう、なんていうネタバレオープニング。
という。あ、もう降りけたん。あ、サントラか、サントラ売りだ。そら、店舗によっては残ってるっていうツイートをなんかフォロワーの方からいただいたんですけども、リプレイ、ワンプレイ保存。NNP。 あ、じゃあもう ここで応援しましょうか。ソーラー、お楽しみ、これみんなさんお楽しみにってことだよ。ちょうどいい。サントラは全てスープラに注ぎ込まれてしまいます。世界中の恵まれないスープラに。ということでね、現在ソーラーの曲を作ったレクさんがこうスカイプで邪魔しています。いろいろと邪魔しますということで、ちょっと混ぜましょう。似てるか。よし、シャッフルしました。あ、ちょっと山多いんで、あ、そう、1階の声聞きます。1の、あ、まあ、いや、実は僕のテレビかもしれないです、うん、よいしょ。これ混ぜるのきついんで、ニヤマにしときます。やっぱ一山で行きましょう。はい、で、何番目です。何番目かな。そう、ウェブカメラの調子が悪い。じゃあここは7ポの7で。いや、コメント書いていただいて、それでなんか多そうな数字を、8が多そうだな。8か20、20かな。20にしとこうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。あらら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 ら。あららら。これちょっとこれまあ、早い時間ってことでね。まあ、リフレイン。あっ、散った。あ、散った。なだれ注意って、あ、そう、ちょっとコメントにもなんか止まっちゃってる。ごめんなさいね。ちょっと。シャッフル。あ、おや、もうこんな時間ですね。じゃあ私ちょっとこの辺で。そうですか。ちょっとあと5分ぐらい間を持たせて、3分ぐらい間を持たせてください。ああ。1分でいい。じゃあそうですね。なだれたのでちょっと片付けます。取り返しいっぱい。あ、じゃあせっかくですんで、こう空曲を書いたこうなんつでしょう、感想じゃないですけど。なんかありますかね、コメント。感想、この面が この曲が聴きどこだみたいな。あ、曲で言うとですね、一番あれどれだっけ、あれどれだっけ。え、あったいや、曲名とステージ、曲名を覚えてるんですけど、ステージのあれと全く一致してないんで。はい。よし。何ステージ目の、4ボスラスボスがよかったって感じ。実はステージ4の、普通のステージ4の曲が結構気に入ってたりします。4の道中曲。4の道中曲が、で、そうです。今回のお気に入りと。本当はあと2個ぐらいあるんですけども、はいはい、まあそれは
それはね、それはまだ、まあ、言ったらあのマッハさんで殺しに来るんで。あ、そうか。ネタバレ的な曲。え、まあそうですね。マッハさんで例の方が殺しにやってくるんで。こうスペシャル姫的なものとか、まあ、そういう感じなもの的な、うん、追加何々みたいな。毎回まあ、ダイナーシールさんも追加的なものがあるんで、そういうものを期待して。なんか考えてるらしいんですけど、僕も正直、ちゃんとは知らないんですよ。ああ、秘密にされちゃってるんで。まあ、それっぽいものが。あるかもしれない。あるとかないとかなんか。デクさんに言うとバラされるから言わないよみたいな感じで。あ、なるほど。ええー、みたいな感じ。で、こんな感じの曲作ってねみたいな感じで。あ、はい、はい、はい、ね、はい、そうですかってね。こっそりこう、放送で言っちゃうかもしれない。デクさんは。そうそう、言っちゃうから、あの教えない、教えないわよ、みたいな。そんな感じで。なるほど。発売日すら教えられなかったっていう。ええー、いや、もう発売日はまあ、うん。あ、そっか、イベントです、ね。イベントですか。まあ、まあ、もう言わなくても知ってるだろう、的な。あ、まあ、800円で買えるんだ、と思って。ほうほう。次はリフレイン。これあのジブゲーム、このゲームの BGM はかなり気に入ってるんで、リフレインちょっとテクさん楽しみにしてください。次週地上波初登場リフレイン、リフレインお期待ください。でテクさん、ここでもう押しますか。あれ、ではでは。ということで、ありがとうございました。ちょっと、不満を持たせて、ちょっと止めて、引き止めて、申し訳ないです。ではではでは、じゃあではではまた。じゃあ、ありがとうございました。はい、それでは。で、また、あの、また、少ししたら来たりとかして。そう、今回のリフレインは、こう、並ぼ対策をこうされてるらしいので、落ちませんと言われました。もう落ちねえよって。もう落ちるわけないじゃん。そんな、なんだっけ。ゲームがフリーズとかするわけないじゃん。そんな感じのノリでね。でちょっと、あの、BGM とかの音量下げてきますね。30% ぐらいでいいかな。個人的には、で個人的にはこれ音量設定とかあるゲーム、ゲーム、まあこれをツイッターで話したんですけど、大体 100% なんですけど 50% ぐらいにデフォルトしてくれると非常に助かる。俺はねよし、じゃあいつも通り幼女これ初期起動は確かチュートリアルが始まるという話ですね。あ、見ないで、そのまま始める。よし、よろしい。幼女、大幼女、どういうこと。あ、今回あのスペースやったんですけど、あ、ちょっと曲がちょっとちっちゃい。あ、大丈夫か。あ、もう、ちょっと待って。大丈夫。あ、大丈夫。ピタシだね。ちょっとでかかったかな。で今回、ちょっとスペースで、プレイしたんですけど、なんと今回、弾を撃ってきます。弾を撃ってくるんですよ、一面から。びっくりしましたね。で、幼女の攻撃力下がってます。で、このリフレインとは、こう因縁の対決がありまして、毎回このゲームを実況配信するとフリーズするんですよ。
毎回フリーする。これ定番なんですけど。あ、死んだ。どのぐらい因縁かっていうと、あのわざわざあの7ポ用パッチが作られて送られてくるぐらい因縁の対決もね、あ、繰り広げられてるんですけど、もうこうあのプログラム上落ちるはずがないのに落ちるっていう、ね、こう、 うちの PC が悪いんじゃないのみたいな。うちの PC 環境ちょっと怪しいかもしれないかな。マジカルボールしたりするし、プッパ。そういえば瞬殺できなくなってるのかな。あ、そうだ、違う、火力が低くなくなったから大丈夫か。前はあの幼女の火力が半、あ、いやでも瞬殺できた。瞬殺でもないけど、前よりはマシだけど、リフレインですね。アルティネックスセカンドじゃないですよ。この曲、二面の曲好きな方多いですよね。やっぱ最初の体験版が確かこの曲だったんですよね。この曲っていうか、最初が確か、最初の体験版、これが一面だったんですよね。これが一面っていうか、二面が体験版だったっていうんですか。うん、わかるわかる。この面、うん、この面がなんか一面って曲っていう感じ、わかる。死んだ。だからない。やっぱ火力が下がったらしいんですけど、だいぶ難易度上がりまして。ん、なんか外人さん？一面で敵がこう弾を撃ってきたのにはびっくりしました。一面は弾を撃ってこないもんなと思ってたんで。二面のボス曲好きなんですけど、なかなか落ちないな。そろそろかな、そろそろかな、まだかな。やっぱこの曲いいわ。おっと、危ねえ。曲に聞いてた。
でもなんかすぐ倒したら分かって残念だ。この面は C ステージか。ゴー、こえー、もういっちゃうか。あれ間違えた、間違えた、まあいいや。このゼブトリアクターの使い方ってするんですよ。ゲージが上がりにくくなってるのかかな、あって気がするな。あ、びっくりした。ここがね、赤い玉見づらいと思うんですよ俺。あ、死んだ。本当に火力が上がってる。死んだ。おかしいな、そんな死ぬ予定はないんだけどな。あれ、ボロボロだ。スタミナ付けないでしょ。あ、あ、すぐないですね、まだすぐ。落ちろー。よし、よいしょ。撃っちゃおうか。あ、倒せない、倒せない、倒せない。あ、倒せない。よし、キンキン動画。よいしょ。あー、あ、あーあああああ、リフレイン面白いから普通に遊んじゃうんだよ。コメント、もうみんな知って、コメントするのはだいぶ難しいんです。楽しんじゃうとコメント、あ、まあいいや、ここでじゃあ、ゲーム、コンビコミもらったのね。リフレインでした。やっぱね、だいぶね、前の感覚出ると、やっぱね、前の感覚でやるとちょっとだいぶね、難易度がやっぱ上がってるんでね。前はほんと火力がすげえ高くて、え、今普通に当たりましたよ。リフレインでした。5、早いな。いや、単面4面あたりで前4面フリーズしたんで、ちょっと数面まで行けなくなっちゃって、そもそも。よし、待って、そんなちょっと俺コメント欄ちょっと思いっきり放置してたんだけど、そんなフリーズフリーズみたいなのかな、そういうわけでもなかった。フリーズフリーズみたいな、リフレインか、え、そんな数少なかったの。うん、前確かに火力高いな。やめ落ちたらしいです。あれなんで落ちたか分かんないしね。ということで、さっき5って書いてたっけ、1個でいいのかな。ラスト1個焦られていた。どうします、次の。1,2,5,9,3,3,4,4,3,3 が多いかな。3なの ?1,2 おお、なんか、まあ、はじめは
勝ち目にこうスタートダッシュみたいな感じだね。白黒ステーションのクロッククワーター、画面やってない。サンゴも一緒になんか白クマステーション白黒ステーションはゲームになんだっけ、マギ、ま、もぎもぎじゃなくてマギ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 かな、マギマギを作ったとこですね。よくあのモノクロステーションとか白クマステーションと呼ばれます。約私に約1名よく言われます。ナナポン風邪気味、いやー違うんですよ、なんかあの鼻水が出るんですよ。で声はあの昨日の飲み会でちょっと枯れちゃったんで、それ変な感じになってますね。鼻炎持ちです。鼻炎持ちって今なんでこう発動したかわかんないんですけど。いや、じゃあ今さっきですね。今さっきから、3ミリットも、あ、ぱ、音量。なんかちょっとカクつくな、大丈夫かな。じゃあリードビーを読まないとちょっとわからない系。2が低速、3個コス、クロックアップってある。お、はい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 、わほーわほーわほー、これ自分でこうスピードを変えら、あの右上、あの、あ、見えるか、あのこれ変えられるみたいですね。じゃあ3倍速でいきましょうか。4倍速ぐらいでいきましょう。4倍速で、早回し、そういうことそういうことらしいですね。じゃあまた4倍速いきましょう。よし、ちょっと、あ、バラ巻きは無理だわ、バラ巻きは無理だわ。これどこまで速さ伸びるんだろう。でーす、10倍ぐらいまでいきそうですね。9.9 倍までいくみたいですね。これが低速ボタンか。これ低速ボタンいらなくない？このゲーム。このゲームの低速ボタンの意義がわからない。これ逆、あ、こう最低か 0.5 でしょうか。残機はタイムアタック制ですね。3倍速ぐらいがちょうどいいのかな。3倍速ぐらいがこうちょうどやりやすいぐらいの気がする。おうほうほう、でスコアアタック、ゼロタイム、連邦ショット楽ですね。
ということで、クロックロッククォーターでした。これはこの後どうなるか楽しみですね。体験版ですよ。バージョン 0.001 です。バージョン 0.001。ないです。0.001 です。火力不足ってこともないんじゃないですかね。最適。よし、じゃあ次のナンバー、ナンバー？次をどうぞ。なんかまた3か、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 3だな。ちょっとさ、あ、今回、こうね、こうやっぱね、最初だしね、飛ばしていきましょう。アルティメックスセカンド。飛ばして、もう一気に一気にこうね、大物がどんどん来たね。早くもう手で作る。よし。なんかもう今年の夏終わったかな。今年の夏終了。今年の夏終了しました。ちょっと書いとこう。ツイッターに書いとこう。アルティメイク。いや、ラストに大物を残すって言っても多分今日中に終わんないですよ。今日一日で終わんないだろうし、もう一日目で、大手はまだ、あと、あれが残ってます。収穫されたのが残ってます。うん。あとみんなが起きてる間にこう大物っていうの方がね、まだまだ夏は長いですから。今日何時だろうね。 3時ぐらいまでなんじゃないですか。あ、じゃあ、このアルティネクストセカンドが終わったら、一旦録画停止しましょう。3。3。いくらインストール中で暇だからって。3じゃないよ。3じゃないよ。うん、まあ、今年、ツイッターの流れが笑った。今年の夏終了。残り40枚ぐらいかな。いや、3って言って、333が来たのはあれですよ、あの、1.01 パッチ？なんの？アルティネックスセカンドの 1.、もう出てんの？
どういうこと？いや前日から出てる。なんだろう。パッチなしでいきましょう。パッチなしでいきましょう。あえて。640×480 します。あ、デモ飛ばしパッチ？あ、飛ばしちゃった。よし、行くか。ガンガン行くぜ、ガンガン行くぜ。ガンガン行くぜ。自責のロックが解除された。これ確かペチペチするゲーム、ペチペチして爆発するゲーム。よし。本日はペチペチ動画。あ、そうか、これ防御体制だとあれだっけ？あ、速度上がるのか。あ、なるほどね。これあの攻撃モードと防御モードがありまして、このね、グレードモードは、あれなんですよ。あの、防御モードっていうか、ちょっと音量調整忘れた。音量調整忘れた。こんなもんだろ。あ、音量よかった？音量大丈夫だった？だいぶでかいかな。だいぶ一面から激しいね。あれエナジー切れた、エナジー切れた。あれ、ペチペチ押しっぱなしでいいんだ。これ連打しないとダメだったとか言う。あれ死んでた。あ、ペチペチ押しっぱなしじゃダメの方が良かったな。連射する方が好きだったな俺は。前はこう連射しないとペチペチできなかったんですけど、今はなんか押しっぱなしでペチペチ。連射しよう。やっぱ俺は連射が好き。あ、ちょ、これ敵か。あれ？攻撃、あれ？あ、攻撃食えた、これか。いや、ちょっと1ボタンの位置がね、なかなかちょっと難しくて。ペチペチタイム、ペチペチタイム来た。へへへ。ほほ。タイミング悪い。おりらららら、よし。俺はまだ死んでない。あ、ちょっとカメラに映ろうと思ったね。あー。わー。ボーン。よし。レーザーぶっぽ。これちょっと背景テクスチャーがさ、まあいいや。背景テクスチャーが気になって死んじゃった。皆さん、俺背景テクスチャーが
って言ったのもうちょっとこう2面開始したらちょっとね皆さんちょっと背景テクスチャーを思い出してください。何が言いたかったのかちょっと分かると思います。背景テクスチャーがあるしだから難しいな。おおすげえ。いや、つなぎ目とかじゃない。まあ、つなぎ目ほどひどくはないけど。あれ？あ、これ、この弾、消えないのか？あ、え？ブレードアート弾？ん？ちょっと弾は消えて、ブレードアート。あ、なるほどね。防御形態を0保つ。この形態を取っていく。一応待機もやってるわ、知ってるの。ハイパーピチピチタイム8回るよ。よし、逃げろこう、あれだ、あの 3D のこういうゲームで地形があるって珍しいよね。 3D のこういうゲームでも変な言い方かな。 3D でが動く。あります。 あるの前はあった、最初のバージョンの方は。うん、あれよく当たってたもんね。これ前はあの角度が違ってて、ウィークポイントってこと。あれ閉じた。なんかパカ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 って。ガクガクブルブル。あれ？いいとこで死ねしまった。ちょ、ああ、ショット携帯だと動きは間に合わない。くそ。最初に腕を壊すか。ザッペチペチ。言うまま。言うままじゃなくなってしまった。あれあれちょっと。ペチペチのさ、ペチペチの感覚、あの、間を抜けられた。もういや、近距離レーザープッパ。ほほ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 、早く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 。あちし。俺確か前中に入った気がする。よし。うん。まあペチペチバンドになったら大変だしね。ペチペチした後にボーンです。
あ、でもフォーミングの方が点高いのか。フォーミングでいくか。基本、あ、アルティネグセカンドでした。いいね。ドキドキ。よし、続きは皆さんお楽しみ。よし、じゃあここで一旦録画を停止します。テクスチャー